妖魔軍。来てやったぞ。こうするまで、そうすれば持ちの取ったのに。あそこにいるってことは、やっぱ、こっちで操られてるってことだ。関羽殿は希代の無事、できるならばここで救出したい。ならばわしは孫権殿と話してみようぞ。感じ召さぬ花公園殿は歴戦の武人、きっと無事でしょう。目の覚める戦ぶり見事。一段と冴えておいでですな。だけだな。いやいやいや、これはやばいって。逃げるのが得意でも厳しすぎだ。ヨモリ様、こっちの橋は落としました。我らの合流を阻むか、ならば指令を押し通る。わしの出番か。ヨモリ様、御所らしき場所を見つけましたぜ。人間が失礼た祈祷書、我が術の強化に使えるやもしれぬな。所でよからぬことをなす腹か。ならば祈祷書ごと破壊するのみよ。という圧力だが、自分らは
最後まで戦い抜くのみ。総人殿が苦戦となる。私が妖魔を引きつけん。地獄に存ずる。勝家殿が奮戦されているのか。ならば自分らも鬼となって戦わねば。妖魔どもに船を使わせてはやっかい。桟橋を制圧するのだ。わらわらとキリがないな。妖魔は一体どこから出てくるんだ。何の敵が攻め込ようと耐え忍ぶのに、我らならばそれができると確信する。弱気になっちゃいけませんね。よし、いくらでもかかってこい。橋を取られちまったか。これじゃ手を出せねえぞ。なかなか逃げ足が早いじゃねえの。これは遊び足りねえんだけどな。目式の子、これな。
カウン殿とソケン殿が出てきた。二人の術はどうしても解けない。仕方ない、ここは心の鬼としてまかり通る。出ぞうな。よし、ここまで来れば大丈夫だな。この俺の分、誰にも止められん。辛くも赤壁を抜けることができた。勝家殿の協力も。はい、見事な腕前だ。へえ、やるな。してのけたか。